日常運動の食文化日記へようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらミスタードーナツのチーズホイップドーナツ3種類と蜜芋ドーナツ2種類を食べたいと思います。本当はこのハロウィンドーナツも食べに来て変えたんですけど、ちょっと1種類まだ作るのに時間がかかるということなので後で紹介しますね。まずはこちらから食べていきたいと思います。さつまいもドーナツは何も3種類ありますが、それらは昨年食べていますので、その時の動画を参照にしてください。それではいただきます。で早い、このチーズホイップドーナツからいただきますね。どんな感じなんでしょう、ちょっと割ってみましょう。中身はちょっとしっとり感がありそうですね。ではいただきます。続いてはチーズホイップフレンチのストロソワイトでございます。何でストロビーでおろしか。では蜜芋バター風味バターがというだけで表面に黄色が乗ってますけど、これがまた美味しそうです。ではチーズと蜜芋を蒸らしたストロベリーチーズホイップクリーム、これもピンクが鮮やかですね。ではいや、さつまいももしっかり甘いし、チーズはしっかりさっぱりしてるから、どちらもどちらで美味しいよ。そこに競う必要はないよ、絶対に。3種類のチーズクリームドーナツ、チーズクリームのどれもさっぱりとした酸味の効いたレアチーズ風味のクリームでした。なのでレアチーズケーキが好きな方にはこういうのをするんですね。そのね、ペーストの方がそのままさっくりしていますし、フレンチもね、ちょっとサクッとした食感も味わうことができました。さらにチョコレートもかかっていますので、それぞれの味も楽しみましたね。この3つの中だと、チーズホイップフレンチの中ではホワイトが一番美味しかったかなと思いました。ホワイトを代表して4点とさせていただきます。続きまして蜜芋と蜜芋バターですが、こちらは中に蜜が浸透しているので、ただのさつまいものはですね、また違った甘さがあってよかったですね。でバターの方は出来立てだったのかな、ちょっとサクッともしていて、その音も良かったですし、バターの風味がさらに加わってこちらは本当に美味しかったです。温めて食べると本当に美味しいので、出来立てというのもあると思います。なので自分は蜜芋バターの方を代表として5点とさせていただきました。次はハロウィンドーナツ揃うのを待ち、少々お待ちください。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらハロウィンドーナツ揃いました。なんか今年もお化けたちが全部で可愛いですね。ミイラだったりとか、お化けとか悪魔だったりとか、フランケンだったりとか、いろいろありますね。今年はチョコレート系メインですね。そう、例はではこちらのフランケンシュタインからいただきます。持ちやすくて食べやすいですね。では次はこちらの猫ちゃんドーナツちょっと不吉な気もしますけど、ではいただきます。次はイチゴの可愛いミイラ、このホイップが包帯のイメージしてるんですね。ちょっと強引な気もしますけど、ではいただきます。次はエンゼルフレンチ焼き方のふわっとお化け、お化けっていうよりか何だろう、なんかうまく言えないな、だから言えないって話ですけど、ではいただきます。はい、ラストはオンデチョコデビル、悪魔のような高カロリーチョコみたいなイメージ、でもそこまでカロリーなさそうですけどね。ではいただきます。今年もハロウィンのドーナツに出会えてよかった。可愛いし美味しいし、今年はチョコレート系多めですね。かぼちゃドーナツとか栗ドーナツとか出てくれないかな。あ、栗ドーナツは前に出たことないけど、かぼちゃドーナツって出たことないな。で何リクエストしてんだ。ホイップクリームとかも美味しいし、生地もさっくりしてる。また来年もこうして出会えたらいいな。で今回食べたドーナツフランケンハロウィンを心待ちにしていましたということが書かれていますね。自分も新作ドーナツ心待ちにしていました。まあ、ね、と話はそれだ。インクのフランケンは噛んだ瞬間に
多分ドライフルーツか何かが入っていて、その酸味にぐわっときて、ただ甘いだけじゃない、さっくりとした食感と甘酸っぱさも感じられて美味しかったです。甘みだけじゃという方にはおすすめですね。で、その真っ黒チョコネコはさっくりとしたドーナツ生地になったらさっぱりとしたクリーム、そして見た目も可愛いチョコの飾りの生地の部分がまた違った味を出していて良かったですね。猫好きの方は食べてみてもいかがでしょうか。いや、それはふわふわミーガ、こちらはいちごストロベリーチョコレートがかなり甘酸っぱくて、それがクリームや生地の良さを出しているのはいいのですが、ちょっとクリームが食べづらいかなと思う部分がありまして、まあ、それにモリモリになってるわけではないので、そこまででもないんですけど、中よりでもなく外に置いてらっしゃるんですが、中の方が良かったかなという感じです。まあ、それだと普通のただのいちごチョコレートになりますが、でこのふわっとお化け、なんか新しいことを発見するために驚いて大騒ぎをしておりますが、そこまで新しさを感じなかった気がしますので、こういうと失礼かもしれません。まあ、この中では基本的にシンプルに美味しさを出しているそんな感じです。ホワイトチョコのミルキーさとさっくりとした生地がよく合っていますね。そして最後のポンドチョコミルク、バルブックに誰も怖がってもらえない、まあ怖くないですからね、こんなんですが、あ、そういえば目がドーナツごとに一個一個違うらしいですね。自分が食べたのともまた違いますし、もちもちしたもたものが大好きで食べ過ぎ飛べなくなることも、食べ過ぎは注意ですね。でもこれも食べたくなるようなもっちりとチョコレートのザクザク食感がとっても良かったんです。でも自分はこの中だと一番おすすめなのはこのピンクのフランケンですね。やっぱり甘酸っぱさが入っているので他とは違った味があったというのは良かったです。ちょっと個性的に光っていました。なのでハロウィンドーナツの中ではこのピンクのフランケンを代表として5点とさせていただきます。今年のハロウィンドーナツも美味しくいただきました。あ、で、なんか書いてあったんですけど、このドーナツが入っていたケースをこんな風に合わせるとまた一つかぼちゃの絵ができるらしいですね。こうやってかぼちゃの輪を広げていこう、ハロウィンの輪を広げていこうということなんでしょうか。この動画でも輪を広げていきたいというわけで、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。